はい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 。この時期が来ましたか。本当に毎年来るよね。本当にマジで巨人ね、優勝したけども、やはり戦力外の選手はまあ必ず毎年いるし、まあ本当に、精神的にもね、本当にしんどい時期かなというふうに思います。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、巨人のですね、まあ第一次、戦力外というところで、まあ10名の選手がね、戦力外、まあ自由契約になったので、まあそれについてちょっとお話していきたいと思います。で、まあこの戦力外のね、お話をする前に、まずちょっとね、一言伝えておきたいことがありまして、まあまずね、僕も戦力外になりましたし、まあ実際ね、今アメリカにいて、まあ新しい夢を追ったりとか、まあしてるわけですけども、まあその戦力外の選手たちにまず伝えたいのは、まあこれで人生終わるわけでは間違いなくないですし、例えばね、僕のようにこう、新しい挑戦、まあ野球以外の挑戦をする人、もね、たくさんいると思うんですけども、伝えたいことはですね、戦力外の先輩として、先にクビになったした、クビになった先輩として伝えたいのは、あなた方が今までやってきた野球っていうのは、もちろん素晴らしいですし、頑張ってきてこられたと思うんですけども、もし、新しい道に進むんだとしたら、今までのあなた方の過去っていうのはね、関係ないので、これからのあなたが大切だと思うのでね、野球にとらわれずにね、新しい挑戦をしてっても、それもね、一つの人生だし、これから野球にずっと携わっていく、これもね、素晴らしい人生だと思うので、全くね、悲観的に、まあ今言われた時はね、僕も悲観的になりましたけども、ね、できれば早く切り替えてね、もしかしたら他球団から取られる、獲得される選手もいると思いますし、まあそうじゃなかったとしても、球団に残ったりとか、新しく夢を追ったりとか、いろんな人生がね、これからスタートしていくの、していくと思うので、まあ戦力外という言葉だけ見たらね、すごくマイナスなことがありますけども、リスタートというかね、新しいスタートというところで言えば、すごくプラスなことだとも思うので、これからね、新たな人生というか、新しい一歩をね、踏み出して、前向きに、頑張っていってもらいたいなというふうに思っております。はい、すいません。長々とすいません。じゃあね、本題に入る前に、まず告知させてください。僕ね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人をね、今年中、2024年中にね、目指しておりまして、ちょっとね、現実的に難しいんじゃないか、3万人でちょうどいいんじゃないかって思うと思うんですけど、ちょっとまあ一応ね、一応ねというか、目指してるものなんで、ちょっとね、皆さんね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、本題に入っていきます。すいません、本題まで長くてね。はい、まあ10名の選手ね、まあ成績であったりとか、僕の見解なんかもね、お話しながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まず支配下の選手からいきましょうか。育成からどっちがいいですか。やっぱり、支配下からいきましょうか。支配下からいきますか。で、なんか僕さっき X、ツイッター見たんですよ。そしたらトレンドに上がってたんですけど、菊田選手ね。一人目菊田選手行きましょうか。まあ一番この、まあ10人の中で言ったら、まあ、有名な選手というかね。まあまあまあ、皆さんね、ジャイアンツファンの方だったら知ってる選手かなと思うんですけど、まあ菊田博一選手。まあ僕も一緒にやってるんですが、まあ2019年ドラフト3位、今年の年俸620万、プロ5年目というところで、まあ1軍2軍ね、今年出場ないんですよ。まあやっぱ怪我というところで、まあ3軍で復帰したんかなっていうところありましたけども、なかなかね、本来のね、本来というか、彼自身のね、パフォーマンスというか、やっぱり試合で、出さないといけないんですけど、やっぱりその試合に出れないというのはね、非常に大きいと思いますし、まあ逆に言えば、この第一次戦力外でクビになったってことは、まあ他球団から取られる可能性もあるというところを見越してね、多分ね、やってると思うんで、まあそういったところも、まあ球団のね、まあ気遣いというか、そういったこともちょっと感じるところではありますと。まあ非常に残念ですよね。まあティマ選手なんかもね、出てきてるっていうところで、ちょっとね、まあクビになったんじゃないかなっていうふうに思います。
で、二人目行きましょうか。支配下の選手。白木選手ね。白木選手か。2021年、ドラフト6位。今年の年俸730万。プロ3年目。1軍2軍登板なしというふうになってます。まあ、この選手はですね、トミー・ジョンというところで、まあ、自由契約というところなんでね、まあ、育成に契約されると思いますと。まあ、非常に、まあ、1軍でね、昨シーズンかな、非常に投げてたっていうのがありますんで、まあ、非常に、まあ、怪我でね、トミー・ジョンして、まあ、育成にするっていうのは、結構、まあ、巨人がよくやる、やり方なんで、そこはね、まあ、しっかり直して、しっかりリハビリして、復帰していってもらいたいなというふうに思ってます。で、3人目ですけども、石田投手ですね。石田投手も、まあ、2021年、ドラフト4位、年俸610万、今年3年目ですね。で、1軍、2軍、登板なしというところで、この選手も一緒でですね、トミー・ジョン手術をして、まあ、自由契約、育成契約というところで、まあ、しっかりね、この2人ね、まあ、同じ、怪我ですから、しっかりね、トミー・ジョンね、しっかりこう、時間かかるんですよ。馴染むまでにね、2年ぐらいかかるんですよ。まあ、1年で治るって言われてるんですけど、そこからね、その、手首の腱とかをこう移植するんですけど、やっぱりこう馴染むまでに、2年ぐらいかかるっていう風にね、まあ、やった人がね言ってたんで、うん、非常にまあ長い旅というかね、厳しい道のりになるかもしれないけど、まあ、そこをねしっかりこう歯食いしばってね、頑張ってもらいたいなという風に思います。はい、ここからじゃあちょっと育成の選手6名、戦力外だったんでちょっと発表していきたいと思います。まず山崎投手ですね。2020年ドラフト10位、今年年俸430万で、プロ4年目で、今年1軍2軍、まあ、まあ1軍はないですけども、まあ、2軍登板なしというふうになってます。で、これね、共通して言えるのが、まあ、今年ね、まあ、今回ね、育成選手6名クビになったわけですけども、まあ、ほとんど、まあ、ある1人を除いてですね、ほとんど、まあ、2軍の成績がないというかね、2軍での出場がないっていうところに なってるんですね。で、やはりやっぱりこう育成選手で、まあ、まあ高卒3年目4年目の選手、大卒3年目4年目の選手、まあいますけども、やはりまあ2軍である程度結果を出しておかないと、やはりクビになってしまうっていうところがあるんじゃないかなと思います。まあ僕が行った時からそれはありましたよね。で、まあその山崎投手ですけども、まあ3軍ではまずまずの、まあ、成績は出てたんですけど、まあ、大卒でプロ4年目というところで、まあやはり、まあちょっとこう厳しいかなっていうところがあったんじゃないかなっていうふうに思います。で、次、小沼投手ね、2020年ドラフトにロッテ育成2位で入ってますと。で、石川慎吾さんとのトレードで、まあ、ジャイアンツに来て、で、年俸720万で、今年4年目、で2軍での登板なしというふうになってます。まあ、来てね、結局1軍での登板なしというところで終わってしまったっていうのはすごく残念かなと思いますけども、まあ、怪我ですよね。怪我があって、そこからね、リハビリに費やしてみたいなところがあって、まあ、そういったところも、まあ、非常に、残念だったなというふうに思いますし、まあ、せっかくね、トレードで来たんでね、1軍での登板というのは見たかったんですけども、それ見れずっていうところですね。で、次いきます。次、僕が期待してたんですけどね、金島投手ですね。2020年ドラフト3位、年俸390万。で、今年4年目。で、今年ね、2軍登板なしなんですね、やっぱりね。はい。で、3軍での成績を見たんですけども、まあ意外とあんまりやなっていうところあったんで、こう抜けてないなっていうところ、図抜けてないなっていうところあったんで、非常に難しいなというふうに思ってました。ただ、まあ、僕もね、前言ったかもしれないですけども、まあ球速がね、すごく伸びたっていうのもありますし、まあ右のサイドハンドというところでね、非常にまあ打ちにくいフォームなんかもしてましたんで、面白いかなって思ったんですけども、やはりね、まあ4年目というところでね、まあ、3軍でもあまり、突出できなかったというところで、まあ、クビになってしまったんじゃないかなと思います。はい、で、次ですけども、川崎投手ですね。2021年ドラフト、育成ドラフト9位、年俸380万で、プロ3年目で、2軍登板なしというふうになってます。まあ、この川崎投手なんですけども、3軍戦でもね、確か8登板ぐらいしかしてなくて、あんま投げてないなっていうところがあったんで、もしかしたら怪我とかもね、あったのかもしれないですけども、やはりね、まあ、この育成の3年目っていうのは、まあ、自動的にこう、契約が切れるわけですけども、その年にですね、まあ、ちょっとこう、3軍でもあまり投げてないっていうのは、ちょっとね、マイナスかなというふうに思ったし、まあ、そこはね、非常にまあ、いいピッチャーだなというふうには思ってたんですけども、なかなかね、掴みきれなかったっていうのが、正直なとこかなと思います。
で、次いきます。前田捕手ですね。2020年、ドラフト5位、年俸400万、プロ4年目、今年の2軍の成績が、まあ、5打数1安打っていう風なね、形になってます。まあ、試合もあまり出場できてないというところですね。で、まあ、この選手に関しては、まあ、打撃が、まあ、売りだというふうに言われてて、まあね、ゲルシーチャンネルなんかもね、打撃の様子とか、いろいろ、まあ、キャッチャーの様子も見てきましたけども、やはり、まあ、大卒4年目というところで、まあ、2軍でね、ほぼ、まあ、試合に出場しないというところも含めて、でね、若手のね、前田選手よりも若手の育成の捕手だっているわけなんで、少しね、ちょっとこう、厳しいというかね、うん、まあ、まあそうですよね。まあなかなかまあ難しいなっていうところはあったと思います。はい。で次いきます。加藤蓮選手ですね。2020年、ドラフト12、育成ドラフト12、420万、プロ4年目。で今年2軍でですね、123打席立っておりまして、24安打、1ホームラン、打率が2割3分3厘。で、OPS が616というふうになってます。まあ、この中で唯一、すごくね、2軍での出場があるというようなね、選手になってますけども、確か7月か8月以降がね、ちょっとこう2軍でね、ヒットが打てなくなって、打撃が不振になって、ちょっと試合にも出場してなかったっていうのが、まあ、現実ありました、2軍でね。で、そこからは3軍でっていう形になってたんですけども、まあ、やはりね、まあ、育成から試合下に、上がれるかっていうふうにね、去年とかも言われてましたけども、そこで掴みきれずにね。で、今年もいい感じで言ってたんだけども、最後調子を落としたりとかね、いろいろあったんで、まあ最後あと一歩というところですよね。もしかしたら他球団から、獲得したいっていうふうな形でね、あるかもしれないけども、まあ大卒というところで、大卒4年目というところで、まあある程度やっぱりこう、年もいってるというところで、まあそれもね、ちょっと厳しくなってくるのかなとは思いますけども、本当にあと一歩の選手だったなというふうに思います。で、最後ですけども、まあ、岡本選手ですね。カズマではないですよ。岡本選手ね。2020年、ドラフト3位、育成ドラフト、育成ドラフト1位ですね。すいません。育成ドラフト1位で、今年年俸390万円、プロ4年目。で、2軍での今年の出場なしというところになってます。まあ、非常にまあ、3軍でもまあ、結構出てまして、成績見てもですね、ある程度やっぱ数字は出てるんですけど、突出してるかって言われると、まあ、ちょっと厳しいなっていうところがあるんで、まあ、クビになったのかなと思います。やっぱり、こう、ドラフト1位というかね、育成とはいえね、ドラフト1位というところがあったんで、やはり期待度とかもね、球団がね、すごくあったと思うんですけど、そこでまあ、その、プロ4年ね、やりましたが、高卒4年目やりましたけども、やはりね、そこまで成績出せなかったっていうところで、まあ、もうちょっとね、長く見てあげても、まあね、いいのかなとも思いますけども、やはりね、そこはね、シビアに、まあ、切っていくっていうのが、まあ、ジャイアンツのやり方かなというふうに思うので、非常にね、まあ、難しいというかね、やっぱりプロって厳しいなというふうに改めて思いました。はい、てな感じでですね、今日、まあ、10人の選手見ていきましたけども、まあ、もう一回言いますけども、もうその戦力外がね、全部悪いわけじゃないし、そうやってね、僕がこういう動画をアップロードすることによって、なんかその誹謗中傷とか、いうコメントがもしありましたら僕は絶対許さないですし、それに関してはね。うん。だから、これからね、まあ彼らがどういう人生を歩んでいくか。うん。そこが一番大切なことであって、決してね、プロ野球で全員が成功するかって言ったら、難しい話なんでね。うん。まあ何をもって成功かっていうのは、まあ人によって異なるとは思うんですけども、やはりですね、しっかりね、これから新しい道を歩んでいく。これが切り替えてね、新しい道を歩んでいく。これが一番大事かなと。前向きにやっていく。っていうのが人生により一番大切かなというふうに思うので、まあ、この10人の選手ね、喋ったことある選手、いない選手いますけども、そこはね、この動画をね、通してですね、その選手たちにね、伝えていきたいと思います。はい、てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございますと言おうと思ったんですけども、最後にもう一回、チャンネル登録者数ね、5万人目指しますんで、ぜひね、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、通知の ボタンなんかもね、ポチッとしていただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。